知っていると思いますが、私たちは自分たちの食べる食べ物のほとんどを作ってはいません。私たちは他人の作った服を着て、他人の作った言葉をしゃべり、他人が想像した数学を使っています。何が言いたいかというと、私たちは常に何かを受け取っているということです。そしてその人間の経験と知識の泉に何かをお返しができるようなものを作るのは素晴らしい気分です。知っていると思いますが、私たちは自分たちの食べる食べ物のほとんどを作っていません。私たちは他人の作った服を着て、他人の作った言葉をしゃべり、他人が想像した数学を使っています。何が言いたいかというと、私たちは常に何かを受け取っているということです。そしてその人間の経験と知識の泉に何かをお返しできるようなものを作れるのは素晴らしい気分です。効率や損得にとらわれると人間が小さくなる。効率や損得にとらわれると人間が小さくなる。いろいろ考えられる選択肢の中からこの一手を選ぶのは自分しかいないわけです。いろいろ考えられる選択肢の中からこの一手を選ぶのは自分しかいないわけです。過去から学び、今日のために生き、未来に対して希望を持つ。大切なことは何も疑問を持たない状態に陥らないことである。過去から学び、今日のために生き、未来に対して希望を持つ。大切なことは何も疑問を持たない状態に陥らないことです。楽しまなけりゃバカらしい。しかし楽しむというのもなかなか大変だよ。楽しまなけりゃバカらしい。しかし楽しむということもなかなか大変だよ。他人の幸福を羨んではいけない。なぜならあなたは彼の密かな悲しみを知らないのだから。他人の幸福を羨んではいけない。なぜならあなたは彼の密かな悲しみを知らないのだから。扉に変わるかもしれないという勝手な希望にとらわれて壁を叩き続けてはいけないわ。扉に変わるかもしれないという勝手な希望にとらわれて壁を叩き続けてはいけないわ。人間が人間として生きていくのに一番大切なのは頭の良し悪しではなく心の良し悪しだ。人間が人間として生きていくのに一番大切なのは頭の良し悪しではなく心の良し悪しだ。人はけなげな人に手を差し伸べる。人はけなげな人に手を差し伸べる。涙とともにパンを食べたものでなければ人生の味はわからない。涙とともにパンを食べたものでなければ人生の味はわからない。幸福というものは一人では決して味わえないものです。幸福というものは一人では決して味わえないものです。今何がないかより今何があるかで発想しよう。今何がないかより今何があるかで発想しよう。人生というものは思わぬ時に道が開けたり閉じたりするものだ。人生というものは思わぬ時に道が開けたり閉じたりするものだ。自分自身が何をしたいのかを忘れてはいけません。自分自身が何がしたいかを忘れてはいけません。キャンプでいろいろと試すことは無駄ではありません。無駄なことを考えて
無駄なことをしないと伸びません。キャンプでいろいろと試すことは無駄ではありません。無駄なことを考えて無駄なことをしないと伸びません。流れに逆らっちゃいかん。しかし流れに流されてもいかん。流れに逆らっちゃいかん。しかし流れに流されてもいかん。良いものでも悪いものでも人生での経験には感謝しましょう。良いものでも悪いものでも人生の経験には感謝しましょう。予想外の人生になってもその時幸せだったらいいんじゃないかな。予想外の人生になってもその時幸せだったらいいんじゃないかな。明日に死を迎えるとしても今日から幸福になって遅くないのです。明日に死を迎えるとしても今日から幸福になって遅くないのです。悪い時が過ぎれば良い時は必ず来る。おしなべてことをなす人は必ず時の来るのを待つ。焦らず慌てず静かに時の来るのを待つ。悪い時が過ぎれば良い時は必ず来る。おしなべてことをなす人は必ず時の来るのを待つ。焦らず慌てず静かに時の来るのを待つ。休息はことを破り、年退はことをなす。休息はことを破り、年退はことをなす。人の一生は重荷を負うて、遠き道を行くがごとし、急ぐべからず。人の一生は重荷を負うて、遠き道を行くがごとし、急ぐべからず。人生から帰ってくるのはいつかあなたが投げた球。人生から帰ってくるのはいつかあなたが投げた球。人生とは一直線でなくて循環するもの。人生は一直線ではなくて循環するもの。諦めなければ必ず道はある。必ず諦めなければ必ず道はある。必ず後悔先に立たず。後悔先に立たず。あなたの人生を代わりに生きてくれる人はいないわ。あなたの人生を代わりに生きてくれる人はいないわ。世間からよく思われることよりも自分が心からやりたいことを見つけ出すこと、そして自分らしく生きていくことの方がずっと大切であるということ。世間からよく思われることよりも自分が心からやりたいことを見つけ出すこと、そして自分らしく生きていくことの方がずっと大切であるということ。山は西からも東からでも登れる。自分が方向を変えれば新しい道はいくらでも開ける。山は西からでも東からでも登れる。自分が方向を変えれば新しい道はいくらでも開ける。人間はその人の思考の産物に過ぎない。人は思っている通りになる。人はその人の思考の産物に過ぎない。人は思っている通りになる。ご対応の折ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。ぜひこれらのおすすめ動画もご覧ください。チャンネル登録、いいね、コメントもお待ちしております。